武井さん、左利きで左時計ですか？僕はこっちなんですよね、理由はって聞かれてわかんないですけど、こっちよりこっちなんですよ、ね、出演いただきたいと思います。上の方にね、ムービーさんいらっしゃってます。なんか満遍なく左から右の方にしてお願いいたします。もう少し柔らかい表情もいただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。あ、じゃあその隣お願いします。はい、ありがとうございます。もう気持ちかわらしかったときは近づけられます、自然な感じで。はい、うん、難しい、難しい、難しい。どうでしょう？いや、ちょっとこう時計を見てる感じで。 ありがとうございます。ムービーの皆様よろしいでしょうか？ OK ですか？ありがとうございます。ゼニスブランドアンバサダーの竹内涼真さんです。これからもよろしくお願いします。本当に僕がこの4年間ゼニスのアンバサダーを務めていて、一番嬉しいのはやっぱ僕自身ゼニスの時計がすごく好きなので、この時計をつけている自分を、あ、素敵だねとか、かっこいいねとか、あ、僕がこの時計をつけてるから、あ、その時計が欲しいと、ぜひ店頭に見に行って買いたいって言われることがすごく多くて、やっぱりそういう部分で、あ、やっぱ自分の向かってるこう方向とゼニスさんがこう掲げてる本当こうブランドのイメージっていうものがすごくこう、うん、フィットしてるんだなっていうのは、よりこうアンバサダーのを務めていくこう段階ですごくこうマッチしてきてるというか、はい、そこは僕の自分自身でもすごく嬉しい部分ではありますね、はい。まあ、今回このパイロットのモデルのシリーズは多分4本出たと思うんですけど、まあ、今回僕がつけてるのはこの文字盤に少しレインボーのカラーが入っている時計で、で4本あったうちに僕は、いや、どれもすごく素敵で、ただ僕はこの時計をつけた時に、あ、僕はこのモデルだなっていうのはなんかすごく自分にフィットしていて、はい、でこのレインボーって97年に確か発売されたエルプリメロレインボーかな、うんうん、その多分インスピレーションを受けてる、そうですよね、ジュリアン、 OK？ そうだから、なんかこうすごくスポーティーでモダンな部分とこうアンティークな部分がすごくマッチして、本当に唯一無二のなんかモデルだなというか、でやっぱかっこいいし、でそのゼニスだけなんですよ、さっきもおっしゃってましたけど、このパイロットっていう文字がこの文字盤に記載できるのはゼニスだけなんで、いや、そういう部分でもやっぱりなんていうんですかね、ゼニスしか作れない時計というか、あとやっぱ正確性、スピード、どれだけ新しいモデルになってもやっぱり中身は本当にどこにも負けない、本当に素晴らしい中の機械がすごく詰まってるので、やっぱりそのゼニスの職人さんの、まあ、思いだったりとか、まあ、技術の結晶がこのパイロットウォッチの中に集まってるんだなと思うと、本当に僕これ今毎日つけてますけど、パワーをもらえるというか、はいはい、すごく素晴らしい時計だと思います、はい、嬉しいです。